そのまま飲んじゃいたいぐらいうまそうですね、これね。あ、プルプルこのです。はい、どうも、料理の上さん、リュウジでーす。特にネタが思いつきませんでした。今回は、僕にしては珍しく、デザートを作っていきたいと思います。電子レンジ簡単に作るやつです。はい。僕、基本的に甘いの大好きなんですよ。めちゃめちゃ好きなんですよ。なんならパフェで酒飲めるんですよ、僕。デザートってすごく時間がかかるので、基本的にあんまりやりたくないんですけど、今回のは、すっごく簡単にできるので、やっていきたいと思います。はい、じゃあそれではですね、まずプリンを作るための下ごしらえをしていきます。まずグラスを用意してください。氷を適量入れてください。美味しそうなウイスキーを入れてください。炭酸ですね。適量入れていきます。飲んでいきます。それではですね、調理人の下ごしらえが終了しましたので、このままやっていきたいと思います。エッグです、入れていきます。はい、エッグ、ここに砂糖ですね。まず砂糖とエッグをかき混ぜていきます。よくやってください。ベルクを入れていきます。よく混ぜます。このまま飲んじゃいたいぐらいうまそうですね、これね。こいつを手頃ね、マグカップ、うちはね、いつも作ってるこいつがあるので、こいつで作っていきます。できたらなんですけど、こういう茶こしみたいなのを上に置いて、プリンの素ですね、プリンの素を流し込んでいきます。ある方はもうちょっと洗いざるの方がいいかなと思います。はい、こいつをですね、ラップしないでください。600W2分、500ワットだと2分20秒から30秒ぐらいですかね。チンしていきます。チンしてます。すかさず飲んでいきます。僕一人だけ飲んでてもなんか面白くないから、カメラマンにも飲ませます。はい、一番のやつ。はい、乾杯。そういうチャンネルなんです、ここは。楽しくクッキングしようましょうっていう、楽しくクッキングです、ここは。じゃあチンが終わりました。なんかね、今日は全く固まってませんね、これね。もうちょいやりましょうか。10秒ずつチンしていくんですよ。冷たい牛乳を使うとか、冷たい卵を使うとかによって全然変わってくるんです。はい、10秒ずつやってください。レンジによって違うんですよ、やり方が。いいですか。今ね、結構ね固まってきました。こんな感じですね。はい、これだとまあ全然緩いんですけど、端がプリンになってきてるの皆さん分かると思います。これ内部がまだ水っぽいので、この状態だとまだね、デロデロなプリンになっちゃう。これからですね、10秒ずつ加熱してちょうどいい塩梅まで、いきます。多分ね、これぐらい固まってれば、あと10秒を3、4回重ねれば大丈夫だと思います。いけてるけど、もうちょっと10秒ずつだったら30秒でいいじゃんとかっていう風になると思いますけど、そうすると温度が上がりすぎちゃうから、プリンにね、気泡が入っちゃうんですね。滑らかにならないので、必ず10秒ずつやってください。そうすると滑らかなプリンになります。あと2回かな、2、3回かな。ちょっとね、面倒なんですけども、ものすごい美味しいプリンになるのでやってくださいね。あと1回、1、2回ですね。そしたらですね、皆さん見てください。プリン、これぐらいの硬さになりました。これぐらい固まったら大丈夫です。このまま、ラップをするんですね。プルプル感覚えておいて、このプルプル感でございます。このプルプル感です。この状態でラップをして、粗熱をね、まず取ってください。数十分で大丈夫です。粗熱を取ったら冷蔵庫を入れて、冷えたらもう食べれます。ちょっとね、冷やすのに時間かかりますので、これは撮影の最後にこれを食べるので、タイムスリップするんですけども、ベロベロだと思うんですけども、この変化もちょっと注目かなっていう感じです。はい、それではね、皆さんね、プリンが冷えました。ずっと冷やしてたんです。ずっと冷やしてたプリンをね、お皿にね、プリンをね、プリンプリンしていきます。よし、できる、やれる、僕ならやれる。かいっかいっかいっせい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 。めっちゃトロプリンやんけ、これ。これが やりたかったんです、僕。これ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 。これなんですよ、これこれこれ。これをね、夏
るべく高い位置から上げてみます。そうすることにより日テレ、あ、日テレからオファー、ちょっとね高すぎた、普通にかけましょう。こんな感じですね、はい、メープルの落ちる落下速度で穴が開いちゃったのね。若干やめとけばよかったなと。天使のメープルプリン完成です。はい、それではね食べていきたいと思います。皆さんプリンに一番合うお酒って何か分かりますか？マイヤーズラムですね。これ大好き、僕大好き。ラムのいいところはね、これはね、蒸留酒なので、実は低糖質なんですね、これね。はい、いただきます。うまいっすね。このね、ラムの香り、甘いのが合うんですよね。メープル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 プリンをね、いただきますね。ほんと、大前提としてプリンめちゃめちゃ好きなんですよ。メープルと合わせると本当にねケーキを食べてるようなすっごく上品な甘さがするんですよ。これね、僕の作るデザートだとこれマジで好きです。カラメルじゃなくてメープルをかけてください。プリン超うまいから、食感プルプルなんです。またこれラムと合うんですわ、本当に。甘さをこう口に頬張った後のこのラムのこの甘い香りをね楽しむのが、あ、本当に大人の飲み方ですね、これはね。このプリン自体もまあもじょくさもうまいんだけど、皆さんプリンでラム飲みましょう。ちょっとお酒でフォーカス過ぎましたね。今日は僕は限界なので、どうもありがとうございました。では皆さん、今日の動画いかがでしたでしょうか。今回のね動画面白いなとか食べてみたいなと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録をお願いします。